adaptive predictive coding, two examples. Three-level quantization and two-level quantization. Should we chase those young outlaw cowboys? It's time we rounded up that herd of Asian cattle. Should we chase those young outlaw cowboys? It's time we rounded up that herd of Asian cattle. Operator? Yes, what can I do for you?
類が想像したことのない目的を自ら見出して星の彼方につながる突然頬に浮き上がった温かい水が確かにあの時流した涙であるそれはみるみる膨れ上がって目の中へと滝流していくのだ私は悲しいとも思わず耐えこれまでの長い時間が清められたように感じるのであった滅びの力の外に出て自由を肯定せよエントロピーを否定せよその真実を否定せよ Forever Young I know you got soul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 So, so, 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 so
わかりました。
どうもありがとうございます。です、これあの、これ知らない人にちょっとやっちゃったんですけど、これ意識ほぐし器っていうものなんですね。知ってる人はあの、はい、もう一回聞いてもらって、知らない人はこのさっきグリーンの光線浴びちゃったでしょ。グリーンの光線のところを中止してると、転換とか起こしちゃったりすごい危険なものなんですよ。でもこれ意識をほぐしてるのね。で、強制的に浴びちゃったんだけど、あの時、その光線をね、浴びる前の自分にが好きだなっていう人はもうそこに戻れないから、ごめんね。その前意識が拡大されちゃったわけ。わかる？その感じ。まあそうしたことで、
Apple.